コロナ禍のため多くのイベントが中止されてきましたが、今年からイベントが再開されました。県立筑波高校の学園祭も4年ぶりに開かれました。コロナの影響で1回目で初めてですね。3年生も初めての文化祭です。野外の屋台でポテトと唐揚げを売っています。支払いには現金や金券ではなくスマートフォンを使用します。屋台にある QR コードを読み込み金額を入力すれば商品を購入できます。 KDDI は auPAY を利用したキャッシュレス学園祭をこれまで7回開催してきました。8回目のキャッシュレス学園祭は筑波高校で開かれました。茨城県では初めてです。金券を扱うとか現金を扱うというのが、もうそろそろなくなってくる時代なのかなということ、あとは銀行の手数料というのが非常に大きな問題で、小銭をこう出し入れするのに手数料がかかってしまう、そういうことも踏まえてキャッシュレス決済を導入いたしました。会場の入り口に auPAY の窓口が設けられました。銀行口座やクレジットカードを登録していない人も auPAY ギフトカードを購入し、カードの QR コードを読み込むことでチャージできます。昨今ですね、学校の方でも金融教育ということで非常にこの金融ですとか、あるいは現金に代わるキャッシュレス化ですね、そういったニーズが高まってまいりましたので、初めての利用ですとか、あと実際に出店者側になってですね、キャッシュレスを使っていただく場を提供したいと、そういう思いで始めさせていただいてます。特に大きな設備ですとか準備必要なくですね、こういった QR コードのついたてさえあれば決済ができるといったような環境でございます。校内にはメイドカフェや縁日など学園祭らしい出し物が開かれ、いずれもキャッシュレスで買い物ができました。スマホ1個で回ることができるので便利です。年ぶりの学園祭は盛況で、お化け屋敷の前には行列ができました。屋外ではガマの油売り工場が披露され、筑波の伝統を受け継いだ学園祭となりました。姉妹が8枚確か鈴木の舞とござい。危ねえ。オッケー。何やってんだ俺ら。かわいいじゃねえかリフト。小銭とかで支払われた時のお釣りとか返す時大変なんで、キャッシュレスの方が楽っていうのはありました。家庭科の授業で金融授業というのを、金融講座とかそういうものを取り入れなければいけないということになっておりますので、学校としてはこれを契機にですね、金融に関して関心を持ってもらえるように、また外部の方とご協力いただきながら、金融関係のことを進めていきたい。楽しい学園祭がより便利に、より楽しくなるためのツールとして、キャッシュレス文化祭に期待できます。